ジョニー・エスに繋いでおります。アゲさん、ハンセンとジョこのジョニー・エスのするべきことは何なんでしょうかね。やはりスピードで勝てるんでしょうけどもね、やっぱりこの選手の3人の中に入りますとね、やっぱりこのエースのやっぱり体重の軽さといいますかね、パワーのなさがちょっとやっぱ気になりますね。はい、現在ジョニーエースは小橋健太と組んでアジアタック王座決定リーグ戦を、まあ、戦っているわけなんですが、現在2戦2勝、カンナムエクスプレスと並んでトップであります。アゴクだけにありました。スタンハンセン、再び三冠戦のプレリュードであり、スタンハンセンの動きがやや止まってまいりました。グラウンド、竹内さん、スティーブ・ウィリアムスがスタンハンセンにするべきことは何なんでしょうかね。そうですね、やっぱりですね、ハンセンに勝っている部分というのはですね、やっぱりこういうグラウンドでの攻防だと思うんですね。あ、なるほど。やはりこういう形でこの上になって攻めていくような形をですね、やっぱり終始取っていけばですね、ウィリアムスにやっぱりチャンスがありますからね、はい、なるほど。オクラホマ州立大学の出身、学生時代はアマレスのチャンピオンになっておりました、スティーブ・ウィリアムス。さあ、テリー・ゴディも加わります。テリーゴディ、相手をしっかりとキープして試合時間は10分を経過いたしました。60分一本勝負のタッグマッチ。若くしてベテランテリーゴディ、ショートレンジの、しかしカウンターのキック、カウンターの2、ショルダータックル。ジョニーエース25歳、テリーゴディ29歳、ショートレンジからのドロップキック、カバーの体勢、カウントは2。返す刀です、スティーブ・ウィリアムス。ジョニーエース、声はよく出ています。そして汗もよく出ている。スタン・ハンセンが出てまいりました。両の足を取りました。ジョニーエース、テリーゴディ140キロ、ジョニーエース115キロ。アスクヒムギブアップ、スタンハンセン。ウィリアムスが強引にカバー、強引にカットしました。バックに回った岩石落とし、モンドリューツはテリーゴディ、カウントは2。さあ、スタンハンセンはいつ左腕を高く上げるのか。左腕がうずき出すのがエルボードロップ。そしてテリーゴディはいつ魚雷ラリアット、あるいはパワーボムに転じるのか。そしてスティーブ・リアスはいつ何時オクラホマスタンピードに行くのか。ドロップキック、カウントは2。さあ、吠えているジョニーエース、コブラの体勢だ。背後から忍び寄る黒い影、スティーブ・ウィリアムスがトップロープ狙っている、伺っている。しかしステン・ハンセン戻ってまいりました。あー、場外転落、スティーブ・ウィリアムス。この4選手、片時たりとも目を離すことができません。スタン・ハンセン、リングイン、合体。ショルダーパッドを上げた、堪忍袋の左腕、相手の髪をムンズと掴んでショートレンジが出すのか、それとも相手をホイップするのか。さあ、テリーゴディはここはなんとかクリアしたいところだ。ジョニーエース走る、そして
カットしました。スタンハンセン、ウエスタンラリアート不発、うわブレインバスター140キロを持ち上げました。まさに一進一退の攻防、殺人魚雷コンビ元世界タッグチャンピオンチーム対スタンハンセン、ジョニーエース組、60分一本勝負のタッグマッチ。エルボー、吠えまくっている暴走狼ジョニーエース、カバーカウント。さあスタンハンセンが出てまいりました。そして2度目のサポーター直しであります。さあそれをなんとかチョップでクリアする、ラリアットショートレンジ、ウィリアムスカットです。今日はウィリアムスのカットが非常にいいですね、まさにタイミングを心得ている。スティーブ・ウィリアムス場外転落、それをスタンハンセンが追っている。そしてリングの中はテリー・ゴディ、そしてジョニー・エースがバックドロップ。高さはそれほどありませんでした。カウントは2、スタンハンセン戻りました。何やら一言二言スタンハンセンがジョニーエースに指図を出しました。合体しました、ハンセンエース DDT です。試合時間は15分を経過いたしました。さあウィリアムスがスタンハンセン、そしてリングの中はジョニーエースがテリーゴディ。放送席目前か、鉄柱ジャストミート、放送席の前にダウンです、スタンハンセン。さあジョニーエストップロープ、ジョニーエストップロープ、ハンマーアタック、カバーするエース、エースを狙えジョニーエース、カウントは2。さあテリーゴディの動きがややスローダウンしているが、ハイキック、ローリングタッチ、スティーブ・ウィリアムス、ラリアット、出鼻をくじくラリアット、ジョニーエース動きがいい、エース一番砕き、いわゆるエースクラッシャー。カウントは2で戻しました。竹内さん、チャンスですね、馬場さん、今日のジョニーエースいかがですか。今のところ素晴らしいですね、はい、ジョニーエースがまたまたトップロープ、旬の美味しさ抱え上げた、パワースラム、片エビ片エビ片エビ、カウント3、ジョニーエースが捕まりました。さあスタンハンセンが収まらない、ブルロープを持っている、お客さんがまたまたピンチになるのか、お客さんがピンチになるのか、放送席目前、スタンハンセン本部席吠えまくっている、口はヘの字だ、そして目つきは10時10分だ、暴れている、お客さんピンチ、お客さんピンチ、お客さん気をつけてください。勝負タイムは16分と42秒。勝負タイムは16分と42秒。殺人魚雷コンビ、殺人魚雷コンビが堂々の勝利であります。日本武道館三冠選手権チャンピオンスタンハンセン対挑戦者スティーブ・ウィリアムスを目前に控えている。スティーブ・ウィリアムス、堂々の勝利であります。